ここからはですね講談社現代ビジネス編集次長中国を中心とした東アジアの国際関係を専門近藤大輔さんにお話伺います近藤さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますまあ,あの日本では連日ですね、はい、大谷翔平選手の話題がまあ出てるんですけども中国いかがですか ああのですね、うん、中国もですねあの大谷さんっていうのはですね、うん、あのターグシャンピンっていうんですけどもおうおうあの あの中国の方はです、ね、野球のルールすら知らないんですね、一般の中国人は。中国には野球場みたいなあの、スタジアムはないんですよ、ほとんど。見たことがないです。うん、であの街で,です、ね、あの公園とかでこの野球をしている子どもたちみたいなものも見たことがないです。 だからあのおそらくですねあのルールを知らない人がほとんどだと思うんですけれども、うんうん、あのそれでも大谷選手のことは知ってるんですね。すごいなはいあのニックネームは 7, 7億ドルの男と言われてますねやっぱり1000億円ですね、あれが話題になりましたし、<う>やっぱりその若者を中心に、ですねあのすごい爽やかなその青年で、ですね、うん、もうそのあの魅了しているということで。あの 大谷選手の,です、ね、あの超,あと超える話って、チャオファーって言うんですけど、これ、すごい話って意味なんですけど、はい、この,あのインターネットのコーナーで見てる方が3510万人もいるんですよ、うん、今、ルールは知らないけど、3500万人の方がそれを見てらっしゃる <laughs> そうなんです、それでその大谷選手の一挙手一投足をです、ね、ああだこうだって論じ合ってるんですね。 あ、すごいな。面白いですね。なんか、僕ら、あ、そうか、でも、日本とかだと、ほら、例えばね、アメリカンフットボールの N. F. L. の大スターさん。あんまりアメリカンフットボールルールわからないけど、すごいスーパースターがいるなぐらいは。もちろんね、似てるかもしれないですね。はい、あの、非常にいい例だと思います。そういうイメージだと思います。はい。近藤さん、ちなみに。 日本ではね、子どもたちは草野球とか草サッカーとかでありますけど、中国の子どもたちは草何ですか昔は卓球だったんですよね、卓球、バドミントンだったんですけれども、今はバスケットボールが人気ありますねバスケットそうですよね。 日本の「スラムダンクとかですねはい、はい、すごい人気ですよね漫画もね映画も公開されましたし、はい、そ,うだそうなんです分かりましたは,い、ではあこちらのお話から伺ってまいります、はい、首相の記者会見なし異例づくめに終わった全人代のお話伺ってまいります ま、よく言われる中国の国会に相当する全国人民代表大会全人代3月の5日から11日にかけて開かれましたいわゆるこの国会に相当する全人代2024年の国内総生産 GDP の成長率目標5%前後と設定した政治活動報告や前の年に比べて7.2%増えた国防費を盛り込んだ24年予算案を承認いたしました、まあ、このデフレが懸念される経済 高齢化への対応など、まあ、問題は山積みでいうところなんですけれども、さあ、近藤さん、この2024年の全人代、近藤さんはどんなふうにご覧になったでしょうかはい、うん、あのこの国会は、ですね私は30年以上、毎年3月見てきたんですけれども、はい、あの非常にこの異例の大会だったと思いますね、いいすねはい、うん、今年は。 えっと、いくつか例を言いますと、はいえっと、会期がですね以前は2週間ぐらいやってたんですけれども、うんえー、7日間、1週間に短縮されました、それから、あのー、初日のですね恒例になってます、首相の、えっと、政府活動報告というスピーチがあるんですけれども、はい、これは首相が年に1回だけやるスピーチなんですけれども、うん、これも、あのー、以前は2時間ぐらいやってたんですけれども、今年は50分に短縮されました。うん、それから えっと最終日にですね、あのこれも三十年以上恒例になってます。首相の年に一度の記者会見というのがあるんですけども、はい、あのこれも廃止になりました。したね、はい。でそれからあの途中あの会期のえっと間にですね、あの外務大臣の記者会見というのがあるんですね。うん、でこれは大きい外相があの確かに例年通りやったんですけれども、はい、あの二十一人の記者から質問を受け付けて日本人記者からはですね、日本メディアからは 受けないというですね日本を無視すると、はあ、これも初めての経験ですねはい、あ それからその中国をあのなあの、この1週間、何を話し合ったかというと、ですね、うん、あの国務院改正法というのとですそあの、組織法というですね法律をはじめ、割と引き締めるあの法律ですね、非常に国をその安全を大事にしてますので、その引き締めの法律をずどんどん改正していったということですね、うん、それからあとはその香港でもですねあの締め付けを強めるようなですね、うん、あの大会になったと。 こういった点があの異例の大会だと思いますね。総じてあの今近藤さんお話しいただいたような話を見ていくと中国は。 どうなろうとしている、どこへ向かおうとしているというふうにわれわれは理解すればいいんでしょうか昨年、ちょうど1年前ですね、3月にあの3期目の習近平政権が始まったときに、うんあの、安全と発展をそのコントロールしていくんだと、あの進めていくんだということを言ったんですね、うん、習近平主席が。安全というのはまあ自分の政権の安全、それから国家の安全という意味で、うん、それから発展というのは経済を発展させていくという意味だと思うんですけれども、うんうん、この中で、その安全 安全に安全の方にやっぱりこうに重心を置いているものですから、うん、えもっと完全に言うとその、ブレーキとアクセルを両方踏むって言ったんですけど、ブレーキを踏み続けているわけですね、うん、強く。ですので、前に進んでいかないと。 いうようよな状況ですねそれでその1年経って、今回の国会を見てても、ですね、うん、やはりそのアクセルよりもブレーキを強く踏むというですね傾向が変わらないなという印象を受けました、うん、でもそれでいて、実質の GDP の成長率5%前後に、本当にこの数字が出た時もね、国際社会としてはどうなんだというメッセージありましたけれども、近藤さんはこの数字の目標、どんなふうにご覧になってるんですか。らすするとですねマイナス とというう感じだと思うんですねあの、うん、なので、やっぱりちょっとこれ、高いなというイメージはありましたね、うん、でもその5%という目標が、ですね、うん、そのどうやってできたのかということを、ですね、うん、あのル,ルール調べますと、ですねいろんなその経済指標を積み重ねて、それあこれだったら今年は5%成長できるというように考えたというよりはですね、うんはい あのおそらく習近平主席から、です、ね、その今年は5%といけというふうに言われて、ですねそれで5%というふうに定めたみたいなイメージがあるんですよ。で,で,ですから、はいあの、去年も5%、今年も5%、来年も再来年も5%じゃないかと思います、ね、<laughs> あ<ー>これあの、よく言われてますけど、その数字にどれぐらい信の信憑性があるのか論というのは常にあると、ですね、うん、本当にこの国際社会も向き合いが変わってくると思うんですけれども。はい この数字に対してなんですけどね。はい そうですねあの、中国の統計というのはです、ねあのまああの、彼らにも言い分はあるんですけれども、あの日本の26倍あってです、ね、人口も12倍ぐらいありますので、なかなかそういった細かいところまであの目が配りにくいというところがあるんですけれども、まあ、それを置いておいてもです、ね、やっぱり目標が先にありきで、それに到達するように、えー、いろんなことをやっていくというです、ね、このシステムがやっぱり無理があるのかなという気がしますね。言われてるように例えば不動産バブル とというところがねもう弾けてきてき、ね、地方レベルのですよ、はい、もうあ一節にというその一節も1,000兆だとか2,000兆だとか、はい、もう桁が分からなくなりすぎてもうどの数字が正しいんだでしょうけども、はい、仮にその言われてる数字がそうだったとするとどういうふうにしてこの不動産の処理をしていくのかっていうのは非常に大きな とそこがですね、うん、あの今回の,その全国人民代表大会で、それを借金どうしていくんだろうっていうところは注目してたんですけれども。うんうん えっと、地方債に関しては、ですね4.9兆元って、あのまあ、昨年より1000億元ぐらいですね、2兆円ぐらい増やすということ、それから、うん、超特別国債という、ですね、まあ、日本円で20兆円ぐらいに当たるものを出すということを発表したんですけれども、うんまあ、とてもですねあのこれではその大火事がこう起こっているのに、ですね、うん、あの消防車1台増やしますみたいな、ですねそれで全くこれでは対処できないんじゃないかみたいな、そういうイメージなんですけれども、うん もう、あのー、やっぱりその見えないところがやっぱ問題だと思うんですね、あの中国の債務は、ですね今、おっしゃいましたように、う表の債務と裏の債務と裏の裏の債務があるって言われてまして、裏裏の裏まであるんですかはいもう見えないんですよ、で発表はあのたまにされることはあるんですけど、これが果たして先ほどからの議論にあるように、正しい数字なのかということがわからない。う もうブラックボッククボスですよね実際に例えば海外の投資も含めてですけれどもそこに対してお金を出している企業っていうのもこの中国国内だけじゃなくて国外にも大勢いらっしゃるわけですよね。本当にその人たちは どうしていくんだっていうところになります、ね、ああの投資はですねかなりその、うん、今、あのあの、うん、あのご質問のように減っておりまして、うん、あの海外からの投資が昨年82、82%減りましてですね、おととしに比べて、<ー>それからその今年の1月、2月でも、ですね、うん、あのその最悪だった去年に比べても2割ぐらい減ってるんですよ。うん ですから、その今です、ね、習近平主席以下です、ね、幹部たちが総出で、海外に投資してもらわないと大変なことになるということで、うん、あの中国はすごく経済開放を進めてるんだと、うん、安心して投資して大丈夫なんだということを、連日、いろんな外国の人と会ったりしてです、ね、はい、アピールをしているという状況ですねでもなかなかあの状況を見るに、ね、あわ分かりました、ね、じゃあ、安心して投資しましょうとは。 なかなかならないですよね、今の、ね、そうなんですね、やっぱりあの一番あのいいのは、ですねそのブレーキをあの離すことなんですね、うん、あのアクセルだけふかしてれば、みんな通してるわけですね、でもそのやっぱりこのブレーキをかけるところがそのあの、習近平政権らしさというか、彼がやりたいことだと思いますので、うん、なかなかこうブレーキを離せないというところが今の問題ですよね。あのお話、その特に全人代の中でもあったそうなんですが。 特にです、ね、中国共産党の指導を堅持するということを明記いたしました改正案国民組織法が改正されたということなんですけれども、はいはい、いよいよそのえ政策の決定権は政府じゃなくて党なんだということが 明記されたということで、これは認識いいんでしょうか、近藤さんあそうですね、うん、あのこれもあのちょっと驚いた法律なんですけれども、日本でいうとです、ねあの、日本ではその、えっと、財務省とか経済産業省とか外務省とかですね、いわゆる省庁ですね、うんあの、東京の霞が関にあります、ここがそのあのいろいろじあのあの仕事をしてますよね、はい、ですね日本の中央官庁にあたるですね。 のですね、うん、下に置くみたいなそういうイメージなんですよ。でそれは明記されちゃった。明記され。そうですあの第三条と第十八条で明記しました。二回明記してあります。うん、はいは。ということはいよいよもうお一党支配ということをしっかりと明文、うん、化したということですよね。でねこれで、ね、そうですね。まああの一党支配ということは一人支配という意味なんですよね。うん、習近平総書記がとすべて。 あの中央官庁も支配していくということが明記されたということですよね、うん、あのそれは今まで明記しなかったとの、明記したということはどういう意味をというふうにわれわれはやっぱりですねあの、まあ、日本で考えると分かりやすいんですけれども、うん、やっぱりそのあの霞が関の,の官庁の方々というのは、自民党本部のために仕事をしてあるのではなくてです、ね、うん、日本国民のために仕事をしてるわけですよね、国家公務員試験というのは、やっぱりあの国に奉仕するためにあの入るわけですよね。そうですね 国民ところがそうではなくてです、ね、これ、習近平総書記のために奉仕すると、そのために仕事をすると、はあ、そういうふうに変わったわけなんですよ。すごいメッセージですね はい、だ自民党本部の自民党総裁のために仕事しますみたいなそういうイメージですよね、うん、日本でいうと。まあでもその法案が、まあ、それが法律として明文化されたとてあらた全会一致ですね、反対者一人もいませんでした、2800人ぐらいの中で。とい,い,すすごいだその国にわれわれはこうどう向き合っていくかということではあるんですが、さあ、そんな中、こちらでございます、ロシアで銃乱射事件、死者137人に。 えー、ロイター通信によりますとモスクワ郊外のコンサートホールでの銃の乱射事件を受けて24日多数の市民が事件現場に献下に訪れたり追悼式に参加しました、えー、亡くなった方137人となって国内の襲撃事件としてはここ20年で、まあ、最も多くの犠牲者が出たということです、はい、また負傷者182人に上りまして100人を超える方が病院で治療を受けて一部は重体ということです、うんえー、ロシア当局実行犯としして拘束した。 4人をテロの罪で起訴したということなんですけれども、さまずは近藤さん、この事件はどんなふうにご覧になってますでしょうかいやあの週末にやっぱり驚きのニュースですよね、うん、本当に。はい、で、やっぱりこの世界は今、その強権的なことに満ちてるわけですね、プ、ねまあ、ーチン大統領もそうですし、イ,イスラエルのネタニヤフ首相もそうですし、それであの強権的なことをあまりやると、ですねそのあの反対してる人はもうテロで返すしかないということで。う あのテロに走る、まあ、ハマスの攻撃もそうですけれども、ますますそのあの被害者が、ですね一般市民が被害になっていくというような、この悲劇を繰り返しているような気がしますね。うん で今回、そのロシアの大統領選挙、まあ、プーチン大統領が、まあ、あ勝利したということなんですけど、はいはい、習近平氏がそのプーチン氏に対して祝意を伝えているということなんですが、うん、その、えー、習近平氏、プーチン氏この関係というのは改めて近藤さんどうでしょうかあそうですね、はい、2>, あの2人はですねもうあの42回も首脳会談を開いてまして。 あの安倍首相、亡くなった安倍総理ですね、はい、あの元首相がですねプーチン大統領とやっぱり会談を重ねて、この2人は27回やってるんですね。ですから、もうはるかにそれを超えるあの数をやっているということですね。はいはい、それでやっぱりあの習近平主席はですねその、やっぱり自分の世界でただ一人の盟友だと思ってると思います、プーチン大統領のことを。ですから、あのもう何かと、 ななるとととロシアプーチンということになりますねで貿易もその去年、2400億ドルというです、ね、巨額な額に上りまして、ですね、はい、両国の。で、これこの、このペースでいくと、今年はですね中国とロシアの貿易が、えー、日本と中国の貿易額をあの追い越すという、ですねかつて考えられなかったうようなことが起こりますすね、はい、それぐらい月です、はい、プーチン大統領、ロシアもいろんな経済制裁がありますから、ね、なかなか窓開いてくれるところがな、はいまあ、ね内情 状況ではありますのですここにえさらにもしかしてこの11月の大統領選挙で、えー、もしトランプさんが返り咲くということになると、はい、さあ、はい、この3者の関係というとなんですがまずは習近平氏とトランプ氏で今の段階では どういうふうになりそうですか、あのー、もし虎ですけれども。なんてんですかね、うん、あの今も、もし虎とかですね、もしトランプがなったらとか、いろんなこと言葉が言われてますけど、はい、その言葉で言うと、ですねあのコアトラだと思うんですね、はい、コアトラとは何ですかあのトランプが怖い、はい、あトラ怖がっている、習近平主席はやっぱり苦手だったですね、あの4年間トランプ政権のとき。 トランプ大統領に対してだけペコペコしてましたのでいつもは皇帝のような格好をしてますけど例えばですけれども中国からの商品に対して関税を、ねはい、60%かけていくみたいなお話とかも出てますけれども、はい、これ、現実としてありそうなんですかね。 いやもうあのトランプあの大統領はです、ね、あの予測不可能ですので、でね、あの私などが予測するのはちょっとおこがましくてですね <laughs>、<laughs> あれなんですけど、一、うん、つ言えるのは、2月の終わりにアレキサンダー・グレイさんというです、ね、あのトランプ政権であの副補佐官をやってた方ですね、はい、で今回、またトランプさんがつけば、要職に着くと言われている方が来日したんですね。うん でそのあの先月末に来日しました私、短時間だけお会いしたんですよ、はいうん、それでその同じような疑問をぶつけたら、ですね、うん、あの彼が笑って、ですね、うん、そのトランプ大統領の言ってることはもう耳を塞いで聞かないでくれと、うん、であのやったことだけをしっかり見てほしいって言うんですね、しっかりあの4年間で実績を残してるというんですよ。うんうん 例えばヨーロッパに対してすごく厳しくて、ですねその NATO の加盟国はあの防衛費を2%超えるようにしろと言ったと、それで渋々 NATO の国々がですねあの言うことを聞いてやってたら、そのウクライナ戦争になったと、あれはトランプ大統領がこう2%にしたからですね今、支援ができてるんだとか、ですねあの今のアメリカがすごく株が景気がいいのも、トランプ時代に減税をしたからなんだとか、ですねその実績を見てほしいというわけですね。 はいうん、でその実績で言うと今度対中国との向き合いということになってきた時にさあその辺りがどう変わってくるのかということになりそうなんですけれどもね。はいうん あの今の段階で本当にです、ね、60%の関税とかをです、ね、あの仮に突きつけられたらです、ね、中国経済は持たなくなると思いますねただでさえあの経済悪いのにあの、これでアメリカに最大の貿易相手国ですから、ーあの60%ということをやられたらです、ね、ちょっと持たなくなる気がしますね、はい、もちろん、ただレバーという域を超えないんですけれども、ただ、うんはい、うそうでしょう。あの こうバイデンさんが引き続きというよりもかなりそうなると予測不能な要素が増えるということなんでしょうね、今の話聞いてると。 あそうですね、でうん、中国はやっぱり予測あの、社会主義ですから、何でも予測してやるあの国のスタイルですから、予測不能な方が一番困るわけですね, <laughs> で,ねですから、今はあのバイデン大統領を応援するようなです、ね、<ー>援護射撃して、なんとか再選してもらおうということで、<ー>アメリカとの関係を良くしようということを努力してますね、今。では続いてこちらでございます。 アスランスラ製薬の社員拘束から1年帰国時を狙ったんでしょうか 朝日新聞によりますとアステラス製薬の男性社員が北京で拘束されて20日で1年となりましたえ関係者への取材から拘束の経緯などが徐々に明らかになってきましたがこのいわゆるスパイ容疑とされる内容は依然として不明となっています男性昨年去年3月に中国当局に北京で拘束されまして10月に逮捕されました今月18日には検察による起訴審査手続きに入ったと日本政府に通知がありましたさあ今後起訴 手続きが進めば高速さらに長引く恐れがありますがさあ えー、近藤さん、今回のこのアステラス製薬の男性、社員の拘束の経緯なんですが、はい、近藤さん、このニュースはどんなふうにご覧になってますでしょうかいやあのやっぱりあの1年前は衝撃でしたよね、あのうん、中国日本商会という、ですね私もあの北京の駐在員をしていた時に入っていたあの団体があるんですけれども、うんあの、そこの副会長までされてた方なんですね、うん、であの日中の,その貿易の顔役みたいな方でしたので、象徴的な方ですよね。ああそうなんです、ね、でそういう方が、うん がそが捕まるということがです、ね、やっぱ衝撃ですよね、うん、これはやっぱり日中貿易減る要因になったと思いますね2010年以降でも日本人17人拘束されていて、ねうん、今なお5人拘束されたままということなんですけども、うん、このたりっていうのは例えば外交ルートを通じてとか含めて、うん、日本としてはなんだ手の内ようとないもんなんですかね あのまあ、完全にないかというと、ですねあ,のある方は、ですねそのあの日本も同じように、ですねあの日本に住んでいる中国人を捕まえて、ですねで交換にするべきだとかいう方もいるんですけど、やっぱりその日本と中国とでは法律も違いますし、そのシステムも、社会システムも違いますので、あの日本はまああの完全に法治国家ですので、あのそういったことはまあやりにくいということで、まあ、あの釈放を、ね、要求していくしかないで、 ですけれども、あ、うん、あのあの一つ言えるのは、ですね、この面会した方にもあのお会いお会いしたんですけれども、はいはい、あのかなりその中国側がですね、強気に出ているっていうんですね。うんうん あのですからそのあの、な何らかの,その,こ,のこれは完全にスパイなんだというです、ね、そのなんか中国側がすごくこうあの自信を持っているように見受けられるということをおっしゃってましたね。はい、ですから、長引くと思いますね例えばある程度大きな案件を持って中国に行くとなるとですよ今度はあの進出する国のあの会社の方がこれだともううちの社員危なくて行かせられないなみたいなケースこれ 出てくると思うんですけれどもいやあの非常に増えてますすよね、えー、ですから、上海にです、ね、大きな2校目の日本人学校を作ったんですけれども、えー、もう入る子供がいないとか、非常にそういったです、ね、ことが生まれてますよね、そので行くときはもう単身赴任でとかです、ね、短期出張とかですね、えー、なんかあの戦争地に行くような特別手当を会社が出す会社があったりですね、えー、もう非常にそ,のそういって恐れられるようになったので、やっぱりあの貿易とか、 では、これ、起訴公判となってくると、あくまでこれは近藤さん、中国の法律で裁かれるということになるわけですか、うん、やっぱり。 あおっしゃる通りですね、それで、あのー、去年7月にですね、うん、あの反スパイ法というのは改正しておりまして、うん、その4条6項というのがありまして、ですね、うん、で何をもってスパイ行為とするかというところなんですけど、その,その他のスパイ行為と書いてありまして、うん、そのもう当局がスパイ行為だと見なせば、それはスパイ行為というようなこう<ー>、全問答のような法律の文面になっているので。 はい、中国の法律に照らすとです、ね、ここに照らせばこう何でもそのスパイ行為にできてしまうということですね。はあ、で、そうなった場合、日本としても手の施しょはないんですか、ね、こちらからすると、まあ、ですから、やっぱりです、ね、その強く言い続ける。 しかないですよね。あの,あ,のあらゆる機会を通じてですね、うんうん、はい。これ例えばどうでしょう。香港でもですね、そのあたりの法律が可決されたということなんですけれども、そうなってくると香港とかも行きにくくなりますよね。なりと思いますね。あの香港もですね、うん、あの二十三日にあの香港国家安全条例というのが制定されまして施行されましてですね、うんうん、あのこれも大変厳しいあのあの条例ででしてですね、うんうん、あの特に目的がですね、外国のスパイを防ぐと。 といいう目的が一番大きいのであの、まあ、外国というのはおそらく西側諸国を意味しているんだと思うので、まあ、アメリカ、イギリスそれから日本も含めてですねあのかなり警戒感を持ってそのあの対応するということにあの書かれてますのでなってますのであのやはりそのあのあ 貿易とかですね投資とかですね、うん、そういったところがその落ち込んでいくようなことが予想できますね<う>、はい、でもやっぱりいまだ進出してる国があるあの、うん、企業もあるということはそれだけやっぱりただ人口だったりとかそう,、ね、そういったところに魅力はやっぱり感じる,る、ね、ということなんでしょうね。うん まあ世界第二の,あの経済大国で14億人、それからまあ中国が言うにはその4億人の中間層が育ってるんだということがある、それはまあ,あ,のある面、事実だとは思うんですけれども、やっぱりこれぐらいあのどんどんこう締め付けを強くしますと、今、議論になっているように、やっぱりあの人間としては生きづらくなる、人物、金が生きづらくなると思いますね、はい、ではお知らせを挟んで、さらにお話を伺ってまいります。 時刻7時になりました続いてはこちらですインド総選挙直前にモディ首相の性的逮捕野党側は弾圧と批判しています TBS「ニュースリグによりますと来月に総選挙を控えたインドで21日モディ首相の性的とされる野党の指導者が汚職に関与していたとして逮捕されました野党側総選挙を前にした弾圧だと激しく非難しています 現地メディアによりますとインドの捜査当局は21日首都ニ,ニューデリーを管轄するデリー首都圏政府のケジリワル首相を逮捕いたしました AP 通信、このケジリワル氏がお酒の販売に関する政策をめぐって業者からおよそ18億円の賄賂を受け取った疑いがあると伝えていますがさああこのさ中国を抜いて人口世界一となったインドなんですけども近藤、はいまあ、さ、はい、このインドという国はどんなふうにご覧になってますか そうですね、やっぱり近未来に、ですねユーラシア大陸で中国のライバルになる唯一の国だと思ってますね。人口も今、上たさんおっしゃったように、昨年4月に抜きましたし、それから14億人と14億人といっても、ですね人口ピラミッドが全然違ってて、ですね中国は一人っ子政策を35年近くやりましたので、もう非常にいびつなですね、高齢 弊社が多い人口ピラミッドになってるんですけど、うん、インドは綺麗にですね。あの、うん、若者が多く。あのなってますので、うん、あの今後インドの方がこう順調にいけば、あの発展していくのは見えてると思いますね。はい。で、そのインドという国で、この選挙が行われる前に、はい、今回その。えー、生徒徳と言われるこのケジリバルさんを逮捕したということなんですけれども。さこのあたりのニュースは近藤さん、どんなふうに見てらっしゃいますか。そうですね。うん、やはりその世界最大の民主主義国と、あのまあ。 あのモディ首相はですね西側諸国には言ってるんですけれども、うんあの、やっぱり強権的な部分も持ってるわけですね、うん、ですから、我々のような完全な民主主義国ではないわけですね。 あのまあ、そうは言っても、ですねちゃんと選挙やりますし、野党が立候補もできるんですけど、まあ、こういうところに、ですねそのやはりその、あのー、パーフェクトなその民主主義国ではない一面が出てくるのかなと、うんで、またさらにその傾向は強まっているなという印象ですよ、ねうん、なんかあの、まあ、言っても国も広いし、人口も多いですから、はい、なんかえ、7回に分けて。 選挙が行われるんですねでと開業そうなんですね,ねまあ二ヶ月ぐらいかけてねあの悠然とやるのがまあインド式というものでですねはいはい、はい、ですよねはい、はい、まあでも先ほどおっしゃったようにまあ中国がこういう状況だと、うん、まあ日本の企業もね今特にインドに対してっていう投資がさらに増えて 行くような気がするんですけども、この辺どうでしょうね。あ、これはあの増えていくと思いますね。うん、あのあのあの日本ではですね、その大体こう政治家が注目するとですね、うん、その後企業がついてくるという傾向がどこで、うん、中国の時もそうでしたし、うん、ミャンマーとか他のとこもそうなんですけど、うん、今もうインドがですね非常にブーム、政治家の間でブームになってまして、ねうん、はいこの後企業がブームになると思いますね。それから新幹線も今工事作ってますし、はい。 だからまあヒンドゥーナショナリズムの国になるんですけれども。まあ日本は友好国ということでですね。うん、あの。あの進んでいくと思いますね。<う>はい。一方でこの中、あのインドの成長率おっしゃったように若い国ですか。人口ピラミッドがね、若い世代増えてることなんで。一方中国はインドに対する脅威みたいなものってやっぱ感じてるんですかね。はい、あ、もう非常に今あの険悪な中ですよね。二千二十年今から。四年前にはですね。あのガルワン渓谷というところで、その死者をあの。 数十人出す衝突がありましたしあの、非常にライバルというふうに今見てますよね、インドもそうで、あの中国製の TikTok とかですね、ああいうのを禁止にしたりですね、うはい、どうでしょう、今後、例えば、えー、向き合いみたいな感じで言うと。 と中国政府はインドに対しての向き合いみたいなところでいうと、はいこう、距離的にはどうなんでしょうね、ライバルあのやはりいろんな意味があると思いますね、例えばそのグローバル・サウスという第三諸国のリーダーにインドがなるのか、中国がなるのか、うん、ということは、ライバルですね、うん、ところが、まあ、そのアメリカに対抗していくためにはです、ね、あのあのまあロシアやインドをです、ね、取り込もうというところもありますので、うん、その複雑ですよね。でうん、今度そのまず おそらくモディ首相、勝つと思うんですけれども、その後そのかなりです、ね、あのヒンドゥーナショナリズムですね、ヒンドゥー教、至上主義に走ると思うんですね、<ー>あの国名をインドからバラートに変えたりしてますので、<ー>あのインドというのは、イギリス植民地時代のつけられた名前だということですね、とかですね、非常にその強権的になりつつありますので、うん、あのやっぱりその推移を見ていかなきゃなと思いますよね。ででもやっっっぱりどっかであれだけの国を統治しようとなってく くると、民主的なところと、その一部強権的なところみたいなのが、やっぱり。出てくるんですね。そうやって見てますとね。そうですね。やっぱり十四億人を統治するというのは、あの容易ではないと思いますよね。ねはい。なるほど。わかりました。はい。近藤さん、今週もどうもありがとうございました。うどうもありがとうございました。さあ。 上泉雄一のな四月二十日に行われますイベント専門家スペシャル激論大阪春の陣、はいえー、高橋雄一さん須田新一郎さん石田英二さん私上泉西村アナウンサーでお送りしますが、うん、おかげさまで上昇ホールのチケットが完売をいたしました現在ですね配信チケット二千円、はい、こちらはインターネットでの販売でございまして、はい、絶賛販売中でございます、えー、ぜひインターネットでアクセスをしていただいてですね配信の方でこちらのイベントお楽しみいただき ければというふうに思っております今あった中国のお話こちらも高橋さん、須田さん、石田さんとともにお送りをしていきたいと思います,す、ねはい、またチケットお持ちの方4月20日土曜日お昼1時から梅田情報ショーホールでお待ちをしております番組グッズ、えー、イベントグッズも絶賛開発中という今作ってる今絶賛 <laughs> 今もう絶賛制作中ということでございますはい、はいえー、ぜひぜひ皆さんのご来場お待ちをしております こだわりのの朝どれニュースをご紹介まずは政治の話題です、うん、日本経済新聞によりますと派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐり次期衆院選への不出馬を表明した自民党の二階俊博元幹事長は25日の記者会見で不出馬の判断に自身の高齢が影響したのかを記者に問われると。うん 年齢に制限はあるかと切り返し記者が制限はないと返すとお前もその年が来るんだよと凄みました会見をねした時にいかに本人がご反省をしているのかしていないのかっていうのは言葉だけなのか表情なのか人間っていろんなもので そうですいろんなところで見て、それをこう受け止めてが、はいうん、どう受け止めるかとい,、ね、いうことだなというのを、今回の会見を見て、改めて感じましたね、はい、続いてはこちらの話題です。読売新聞によりますと、宮内庁は25日、写真共有アプリ、インスタグラムの公式アカウントを開設し、4月から運用を始めると発表しました。 宮内庁が SNS で情報発信を行うのは初めてのことで若い世代を中心に利用者が多いインスタグラムを通じ皇室の活動を幅広く知ってもらうことが狙いのようで,すまあでも本当に開かれた皇室ということなんですけれども、はい、これでまたいろいろと特に若い皆さん中心に接する機会は多くなるでしょうね。 フォロワーの数がすごい数に、いい数になってくるかもしれません。ま、おっというと、ご年配の方もこれをきっかけに見てみたいっていう方も増えるでしょうね。そうかもしれません。見てみたい方もね、はい、はい、うん。続いてはこちらです。 読売新聞によりますと、日産自動車は25日、2026年度までの中期経営計画を発表しました、うん、それによりますと、電気自動車を軸に新型車を30車種投入、うん、世界販売を23年度比で100万台増を目指し、うん、え協業の検討を始めたホンダなど、国内外のメーカーとの連携を強化、うんはい、中国勢を中心とした新興勢力に対抗する考えのようです。まあ、特にやっぱりこの電気自動車言われてる バッテリーをどうするかっていうとこは、やっぱ一番の大きなところでして、はいねうん、これ、先日、須田慎一人さんにも解説いただいたんですが。はい、本当にこの大きな軸となって、日本がこう、またタッグを組んで、対、うん、中国、まあ、あるいはアメリカというところに、どう対応していくかということになってきそうですよね。はい。はい、続いては、海外の話題です。日本経済新聞によりますと、小林製薬は25日。 健康被害の恐れがあるとして、自主回収を決めた紅高次元料を含む機能性表示食品を摂取した20人の入院が新たに分かったと発表しました。 小林製薬が紅麹を含む製品を分析したところ一部の原料に想定していない成分が含まれている可能性があると説明しています特にまあ自社の製品だけじゃなくてこの原料をです、ね、50以上のメーカーにも卸していた、ね、ということなので、はい、その影響広がっていますし、うん、あの20人の方の入院新たに分かったということは、はい、かなりの入院というレベルでいうとかなりの健康被害が出ているなということで、うんねはい、今、の注意も、ね、小林製薬さんのページでやってらっしゃいますけども。はい、新聞等にも出ています ください、はい、うん、続いてはエンタメの話題です日刊スポーツによりますと昨年末に週刊文春に性行為強要疑惑を報じられ真偽を明らかにする裁判に注力するため1月から活動休止中のダウンタウン松本人志さんは25日、うん、X を1月9日の投稿以来76日ぶりに更新。 人をを笑わせることを志ししてきましたたくさんの人が自分のことで笑えなくなり何一つ罪のない後輩たちが巻き込まれ自分の主張はかき消され受け入れられない不条理にただただ困惑し悔しく悲しいです世間に真実が伝わり一日も早くお笑いがしたいですと続きました、まあ、いよいよ後半ということになりましたので、はい、ここからですね、まあ、あのどういったふうに裁判が進んでいくのか、はい、まれわが分からなかったことっていうのがたくさん出てくるのかもしれませんし、はいね、本当に どういういいいになっていくのか見守りたいですねねこれはは最後はスポーツの話題でニッポンによりますとドジャースは25日専属通訳だった水原一平氏の違法賭博問題を受けこの日、メディア対応予定だった大谷翔平投手について大谷翔平は今日の午後声明を発表するだけで質問には応じないカメラやビデオ撮影も禁止されていると発表しました。あの 昨日からですねこの話どうなっていくんだろうということ,と、はい、でなんか現地の記者の方の取材を見ていると、うん、会見で質疑応答があるかどか分からないといううにおっしゃってたんですが、はい、その通りりになります結果、大谷選手自身が何らかのメッセージを出すというところに今回は意味があるんだろうなということなんですけども確かに本当に今何が本当で、うん、どれが嘘なのか,、はい、から分からないところが多いですからす、ね、本当に大谷さん、どんなことを。 ね、コメントされるんでしょうか、ね、ご自身の口からっていうところがね、われわれはやっぱり大谷さんを信じてほしそうだと思ってます。はいはい